鎌倉歌手取り物の控えは、斉木康秀による日本の時代小説シリーズ、またこの作品を題材としたドラマ。春木文庫より書き下ろし作品として、全32巻が刊行されている。江戸の町を舞台にした鳥物町シリーズの時代小説であると同時に、江戸時代を生きた若者たちの青春グラフィティでもある。作者である斉木康秀のことによると、 江戸名所図絵に描かれた鎌倉菓子の豊島屋の風景を見たことがこの作品を生み出すきっかけであったという。武家地と町屋が混在した鎌倉菓子の地で3人の10代の若者たちが自分の居場所を探して成長していく過程を描いた物語を作ったら面白いのではないかと思ったとのことである。また自分なりの鳥物帳を描けないかと模索していた時に 豊島屋のことを知り、豊島屋の周辺を調べたり散策したりして、金座のすぐ側に、曰くのある、御用儀を住まわせてみようという着想を得て、そこから、さらに設定を膨らませて、金座裏に住む、小町町人の御用儀による取物調という、物語の骨子ができたそうである。一巻あたり一件か二件の大きな事件があり、その解決に奔走する途上で、 小さな事件を解決するというグランドホテル方式を取る構成が多い。また、町人を主人公に据えていることもあり、他のシリーズに比較して、登場人物の身分、職業も多彩で、ユーモラスなやりとりも多い。2010年に土曜時代劇で、まっつぐか枕かし取り物びかえとして、ドラマ放映がされた。時は、完成年間、ところは、江戸。 神田鎌倉菓子界隈。五福屋松坂屋の手代、正さ金沢浦の御用聞き九代目、総五郎親分の手先両吉、船宿の仙道彦四郎らは、無事な長屋で生まれ育った幼馴染であり、同じく幼馴染で、坂戸宮と島屋の看板娘志保に思いを寄せる、者同士でもある。職業も性格も違う三人だが、 お互い張り合うことがありながらも、仲の良い若者たちである。ある日、老人である志保の父が、ご家人との揉め事で殺された。うまく立ち回った、下手人がお構いなしとなったことから、マサジたちは、志保の敵討ちを計画する。一方、母親の遺品から、志保が20年前に駆け落ちした川越半々氏の娘であることが判明する。その直後から、 死保の周囲を不審な男たちが出没し始めた。二人が駆け落ちした同じ日に、藩の上代画廊と御用商人が謎の死を遂げていることが関わっていると考えた、総五郎は死保の身を守るため動き出す。立花のあだ2001年3月18日。 発売 ISBN4 から89,456から 839X マッサージ。走る2001年6月18日。発売 ISBN4 から894568691。ご近在破り2002年1月18日。発売 ISBN4 から894569523。暴れ。彦四郎2002年6月18日。 発売 ISBN4 から894569809小町殺し2003年1月18日発売 ISBN4 から758430233引き札屋お門2003年10月18日発売 ISBN4 から758430748ゲタカンのし2004年6月18日 発売 ISBN4 から758431086、金の内紙2005年3月18日、発売 ISBN4 から758431612、道場破り2005年12月18日、発売 ISBN4 から758432082、前見の棘2006年9月18日、発売 ISBN4 から758432538、 第代替わり2007年6月8日、発売 ISBN978 から4から 758432E92E4、等の冬2008年5月15日、発売 ISBN978 から4から758433365、一人、終言2008年11月18日、発売 ISBN978 から4から758433778、 隠居週五郎2009年5月18日発売 ISBN978 から4から758434102無の夢2009年11月18日発売 ISBN978 から4から7 5 8 4 3 4 4 2 3八丁堀の火事2010年4月18日発売 ISBN978 から4から75 84から3467から6、紫棒の10手2010年7月15日、発売 ISBN978 から4から758435376、熱海受け無理2011年4月28日、発売。i s b n 七十八から四から七五八四三五三七六針一本二千十一年十一月十五日、 発売 ISBN978 から4から758436113宝引騒ぎ2012年4月26日発売 ISBN978 から4から758436571春の陳時2012年11月15日発売 ISBN978 から4から758436984411代目 2013年4月26日発売 ISBN978 から4から758437301うぶすな参り2013年11月14日発売 ISBN978 から4から758437851後献の月2014年4月26日発売 ISBN978 から4から758438162 新友禅の謎2014年11月15日発売 ISBN978 から4から758438575 75平文禁止2015年4月25日発売 ISBN978 から4から758438902店じまい2015年11月14日 発売 ISBN978 から4から758439565。吉原茂出2016年4月22日。発売 ISBN978 から4から758439930。お断り2016年11月12日。発売 ISBN978 から4から758440486。嫁入り2017年4月15日。 発売 ISBN978 から4から7 5 8 4四0 8 3 7島抜けの女2017年11月15日発売 ISBN978 から4から758441315流れの肝臓2018年4月13日発売 ISBN978 から4から 758441568NHK 総合テレビで 時代劇として2010年4月17日から土曜日の19時30分20時に放送された鎌倉菓子取物控え待ち歩き特本佐伯康秀インタビューより豊島屋は現代でも豊島屋本店及び豊島屋酒造として営業中であるまっすぐ鎌倉菓子取物控えに関するカテゴリーありがとうございます